はい、皆さんこんにちは、せいさんです。今日はそらちグルメフォンドを走ろうと思います。スタートです。そろそろスタートです。いやちょっと緊張してきた。スタート前の緊張感が。スタートしました。さあ始まりました。北海道の広大な大地を走っています。おう、だいぶばらけちゃって置いてかれ気味ですけど、頑張っていきたいと思います。いやー、結構アップダウンあるな。細かい今回のコースは最後ね、大きな峠があるんですけど、それまではほぼ平坦です。でもね、ちょっと上り下りアップダウン軽くありますね。 8% の上り、うわーすごい気持ちいい。田んぼがすごい綺麗見えるかな、すごいそばかな、なんだろう、畑がある。エイド到着、ファーストエイド、なんだろう、最初のエイド。はい、ファーストエイドに来ました。これのチェックをしてもらいます。チェックお願いします。はい、どうぞ。ありがとうございます。おはようございます。ありがとうございます。すごい、夕張メロンですか。日原メロン。日原夕張メロンと同じ品種の日原メロン。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。お稲荷さん、ありがとうございます。日原メロンとお稲荷さん、トンボも来てくれました。トンボいただきます。メロン、日原メロン、なんか夕張メロンと同じ品種らしいです。いただきます。うん、うん、うん、すごいジューシーで美味しい。はい、第1エイドでした。美味しかった。じゃあ第2エイドに向けて出発したいと思います。第2エイド到着、到着、第2エイドです。ここは何だろう。はい、じゃあ第2エイドは何かな、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。白プリン、うわー美味しそう、いただきます。おーすごい、しっとり、うん、美味しい、滑らかでめちゃくちゃ美味しいです。長沼の道の駅のスイーツ屋さんでこちら売ってるそうです。はい、はい、第2エイドのプリン、しっとり滑らかでとっても美味しかったです。では次、第3エイドへ向けて出発したいと思います。第3エイドはですね、8キロ先みたいですね。結構近い。さあ次は何があるんでしょうか、行ってみたいと思います。はい、第3エイド到着、お願いします。はい、どうぞ。ありがとうございます。BBQ ウィンナー、こだまスイカ、キャベツキムチパン、パンから食べようかな。キャベツキムチパン、いただきます。すごい美味しそう、キャベツキムチパン美味しそう。キャベツキムチパン、いただきます。うん、キムチ美味しい。スイカいただきます。うわー美味しそう。あと BBQ ウィンナー美味しそう。うん、美味しい。スイカいただきます。美味しそう。うん、うん、うん。はい、第3エイドでした。キャベツキムチパン美味しかった。じゃあ次のエイドに向けて進みたいと思います。次のエイドまで37キロあるみたいなんで、一番長い区間ですね。頑張って行ってみたいと思います。これからあの目の前の丘を越えていきます。上りに入りました。丘越え峠ではない、あとちょっとかな。
結構登ったな。まだだった、結構登る。お、登りの途中に成功マートエイド、出張成功マートエイドがありました。ちょっと給水していきます。すごい出張のエイドです。臨時エイド、これいただいていいですか。いただきます。いやー、生き返った。お菓子と水分を補給して次へ向かいます。あ、ここが上りの終わりかな。こっからユニ町に入ります。わー、すごい、いい景色、北海道っぽい、すごい綺麗。下りがめちゃくちゃ気持ちいい。夕張川を渡って栗山町に戻ってきました。次のエイドまであと10キロぐらいかな。頑張って進みたいと思います。うわー、すごい、すごい気持ちいい道路。まっすぐ伸びてる、気持ちいい、すごい気持ちいい。ほんとこういう道北海道っぽい。はい、4つ目のエイド到着です。ここは何だろう。はい、4つ目のエイドです。何だろうな、お願いします。お疲れ様です。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。二丁のおはぎとタイですね。いただきます。おはぎ美味しそう。これ赤いの何ですか。である。あ、コキアをイメージして赤く着色したおはぎだそうです。いただきます。うん、あ、すごい美味しい。さつまいものパイいただきます。美味しそう。うん、美味しい。うん、バターの風味がある。これも美味しい。はい、ライオンエイドでした。で、次は夕張エイド。 6.7 キロ先なんですけど、上り基調みたいなんですよね。頑張っていきたいと思います。勾配 8.8%。 さあ、上りに入ってきたんですけど、ここでありがたいセコマエイド、お水もらってこうかな。いやー、生き返った。スポーツドリンクをいただきました。ありがたい。トラチグルメ本土はエイドがほんと充実してますよね。さあ、頑張って登っていきましょう。夕張トンネル、涼しい。夕張トンネルを見せたら、夕張？はい、夕張エイド到着です。夕張エイドは何かな。カレーそば、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。わー、すごい、ソウルフードなんですか。そうなんですよ。カレーそば、カレーそば、はい、はい、ありがとうございます。美味しそう。いただきます。うわー、すごい、カレーそば、いただきます。うん、うん、うん、めちゃくちゃ美味しい。あ、出汁もすごい効いてる。カレーのスパイシーさもちゃんとあるし、すごい美味しいです。はい、夕張エイドでした。美味しかった。で、これから万字峠登っていきます。はい、さて、いよいよ万字峠を登るわけですが、実はですね、空知グルメ本土は今回は峠がどうしても登れない人に対して上まで運んでくれるサポートカーを用意してくれてるんですね。隊長と相談してサポートカーを利用させてもらうかもしれないです。とりあえずですね、サポートカーがあるところまでしばらく登らないといけないので、頑張って登っていきたいと思います。暑い、やっぱり北海道って言っても日中は暑いですね。はあ、あれかな、神社って。ちょっと聞いてみよう。セコマエイドってなってる。行こうかな。サポートカー待ちの列です。こんな感じで上まで連れてってくれるそうです。車に乗せてもらってしまいました。別に恥ずかしいことじゃないですよ。なんで山と同じです。
これが最後の8です。さて最後の8は鶏飯おにぎりとハスカップフィナンシェだそうです。では早速お願いします。はい、ありがとうございます。あ、美味しそう、ありがとうございます。いただきます。鶏飯いただきます。うん、すごい鶏の出汁が効いてる、美味しい。スカップフィナンシェいただきます。すごい。アイスもあります。アイスもいただきます。いただきます。セイコーマートの北海道ぶどうバーとスカップフィナンシェです。いただきます。うん、すごい香りがいい、美味しい。ぶどうバー100%から食べるやつか。うん、美味しい。めちゃくちゃ気持ちいい。はい、最後のエイド美味しかったです。で、最後岩見沢まで32キロ、万事峠まで4キロ、あとちょっと登ってから下って岩見沢まで行く感じです。最後頑張ります。はい、じゃあ登っていきます。どれぐらいだろう、あと4キロって書いてあったから4キロは登りなのだろうか。ゆっくりとでも頑張って進みたいと思います。お、一番上かな、下りかな、どうだろう、下りっぽい。ここが一番上か。お、下ってる、やったー。はい、岩見沢公園に戻ってきました。右がもう公園かな。あとゴールまで残り1キロ切ってます。最後まで頑張ります。はい、公園まで帰ってきました。で、ゴールまであとちょっと、なんか最後ちょっとだけ登るって聞きました。登ってる。あ、最後の最後で、最後でこれ。よいしょ。よいしょ。あ、最後が、最後。最後。よいしょ。よいしょ。どーん。ああ、時間内に帰ってこれました。お疲れ様です。お疲れ様です。戻ってきました。お疲れ様です。はい、感想ということで、はい、ゼッケンの番号を見せてもらってもいいですか、はい、?73 番で。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。感想賞。はい、感想賞です。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。T シャツの方 S から LL まであるんですけど、はい、どのサイズになさいますか？M サイズで。M サイズで。はい。はい、ありがとうございます。はい、ゴールしたので、こちらをいただきたいと思います。お願いします。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。すごい黒いザンギ、美味しそう。ありがとうございます。あ、すごい。ありがとうございます。トマトジュースとプルパイだそうです。ありがとうございます。ゴール後のグルメはトマトソースパスタ、石炭ザンギ、トマトジュースにアップルパイ。うわー、美味しそう。いただきます。石炭の色をイメージした石炭ザンギ、どんな味がするのか、美味しい。アップルパイはどうかな。こちらも食べ応えがあって美味しかったです。はい、今回のソラチグルメフォンドの動画はいかがだったでしょうか。本当に食べまくりました。メロン、いなり寿司、プリン、ウインナー、スイカ、パン、おはぎ、パイ、カレーそば、鶏飯おにぎり、フィナンシェ、アップルパイ、トマトジュース、ザンギ、パスタ、どれも美味しかったです。来年は皆さんも完食目指して、じゃないや、完走を目指して走ってみてはいかがでしょうか。
はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白い、ためになった、自分もやってみたい、自分も行ってみたいなと思ったら、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは皆さん、また見てください。バイバーイ。